箱根、はい箱根、はい箱行きます。2号ある。おやじきは爆裂キャベツ。あらーい、あらーい、さあ行っちゃうよ。箱根、はい入ってきたか、入ってきたか。あー抜ける、抜ける抜ける抜ける。ワンツー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 アンドゥー、トレアアンドゥー、トレア。なんだトレアって、トロワや。いけるって、2号でいつでも。俺のカンセル様子見てて。うん。いや普通やん。お邪魔しまん、コリアンブーティー。うわーすっげえ、これの良さカレンダーにしよう。うわーいい川、いい河川だわ、いい河川、一級河川に認定します。うわーすげー、天気景色やべー、完璧ー。はい、高速降りたんごねー、よし行くぜ。わー一般道だ、一般道だ、久々の一般道だね。ねー楽しいな、楽しい。一般道やっぱいいわ。え、地下もうあと15分着いちゃう。イエーイ、はいお疲れ様でした。はい、あ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 、すかしました。あ、あ、ダンバイクだ。あ、来た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 、これを右ですね、これ右ですね、了解でございます。きちゃー、ダンバイク渋滞なしだって、よっしゃ、行ってきます、行ってきます、お邪魔します。あ、待って、これ左サイケやろうぜ、クリ、いや、このタンパイクです。こっからアネスト岩田タンパイク箱をね入ります。矢に入れとく、一回に入れよ、一回に入れ、一回あの緊張しちゃうから。来るぞタンパイク、よっしゃ行くぜ、行きます。よーし、50キロで走行するぞ。はいタンパイク、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 はい、こっからどんどん登ってくからね。マジ えげつない展望台に行く。マジで、マジだぜ、すごい楽しみだった。ダウンパイクで早々やるな、まあまあなカーブだからいいけど。いや忙しいって、忙しいって、まあ、このペースでやってたらエグいって。いややらないんかい。あ待って、猿が歩いてる。いや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 、黒すぎる。フェバリー、やった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 。この木漏れ日大好き俺、ツーリングの時にマジで気持ちいい。おめえって結構本格的に寒いな。マジ、うん、そんな寒い、結構寒い、薄かったんかな上着。結構鳥肌立ってきたもん。マジかよ、うん、カーブが怖くて。ちゃうやん、お前野球犬ツーリングで伝説のエアリズム帰宅してるから大丈夫。あれをしてる限りお前寒さはもう大丈夫だ。うわーやばー、たまんねえよ、やべえ、は海、やばいんだけど、マジで海やって、海やって、おいトナカイもいるんかい。お前だ、やっぱ道幅が広いね、全然。そうだね、これはいいわ、奥多摩より全然曲がりやすい。で、ね、伊豆とか結構狭いじゃん、狭いね、急カーブじゃない、しかもそれずるいね、なだらかカーブだから初心者にもおすすめです。箱根ダンバイク、待って寒いんだけど、でしょ、え寒い寒いでしょ、寒い、あー気持ちいい気持ちいい、どんどん山ぐんぐんぐると登ってるで。左海やんじゃね、ないね、ないね、お前もう満喫やん全部。気持ちいい気持ちいい、あーいけ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 、んどぴゅんどぴゅ、すげえいいカーブだよね、なだらかでクリも曲がりやすいっしょ、曲がりやすい、本当にクリはね、カーブ苦手なんでね、こう見えてすげえ苦手なんですよ。とここはね比較的曲がりやすいね、やっぱり。そうだね、だから僕みたいなね、先端恐怖症とかね、A に恐怖症でもいけると思います。1ミリも関係ないよ、くっそ曲がりやすい、海やばっ、うわっ、やばっ、やべぇ、マジの大海原があったら今、ね、ありかけろ夢を。
やつめあ、金玉金玉ある金玉イエーやだーエヴァレフォーイエーイ早もう展望台かえ、めっちゃ早いあれだあれ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 か、うん、お邪魔しまっスカイラウンジ到着いたしましたダウンパイクあったわねやばくねこれ見てやべえマジでこれ好きだわ絶対広これ体重200キロまで対応してるわあけぼのでも余裕やなこれお前もうこれもし吹っ飛んでったらえぐいことになるよ山の斜面かけずに落ちることになるやべえめっちゃいいよ気持ちいいでしょでもマジそうだいや絶対楽しいじゃんツーリング最高だプリプリ地獄でっかいイヤプリ口笛はなぜあの中まで聞こえるの口笛はなぜ長かった口笛はなぜ